直前だが配信をしようか <laughs> こんばんは鹿島です今日は配信してはいるので図書かと思ったんですけどやっぱりやらないとプーってなっちゃうのでやりますうふん、かしいですこんばんは すごいんふふカジですちょっとすっぴんで申し訳ないがカジですこんばんは元気でしたかえーカジシはさっきまでメガネをしてテレビを見ていたのでちょっとここに跡がついてますえー今日はビッシュさんの 星が瞬く夜に踊ってみた動画がにきちゃんの方で上がったんですけど、皆さんチェックインはできましたでしょうかチェッキング、イエス、イエス、イエス、ベリーチェッキングありがとうございますえ鹿島も星が瞬く夜に火事も瞬いてたと思うんですけどもよかったですかどうでしょう火事いつもと違う感じだった本当とすっぴんだからあ、前髪は全く何もしてない巻いてもない するとこんなペッタペタの前髪です。こんな感じです。横から見ると本当に何もない感じの前髪だからかな。本当に何もしないとんと直毛で困ってます。こんな感じです。見てない？見てくださいね。こんばんは。でも最近ちょっと肌がね、あこれちょっとにキビりますけど、肌の調子が良くなってきたのがかったな。なん つばに向けて開始も改革 <laughs> 頑張りたいと思います。こんばんは、うちちさん、さきっこさん、はそちんさん、ちじじさん、ゆうやんよねさん、オラップさん、さきゆきさん、ツッキーさん、ていさん、ていさ,さん、マスタさん、いっとうさん、いっとちゃん、ホース青ザクさん、いろどりさん、あきらさん、だてさん、たあるさん、うんぴかぴかさん、えー、がガッちゃんジェッさん、えっ、ー、と。 ね,ねこみんねこみんさんねこみんさんみんなありがとう熊ちさんトム・イヌさんアローさんどうもどうもありがとうございますおミシソンさん SK2 とは私まだ若いんで使ったことないんですよ <laughs> ダなめで笑ってないよポンキーキマーちゃんは天才の発想 ばあちゃんはちょっと、まあ、ぜひみなさんポンキッキで調べてみてくださいよろしくお願いしますにきちゃんの踊ってみたの選曲が良すぎる件についてはい皆さん踊ってほしい曲ありますかえっとあれはティフのねまティフが近づいてきてるということでティフが今回10周年ということでこういろんなねティフといえばみたいなアイドルさんのライブアイドルさんの踊ってみたを中心にやらせていただいてるんですけども 皆さんもやっほしい曲があったりするんですかね <laughs> まあギフトいっぱいましたありがとうございますウレピオあ今日お姉ちゃんと、えー、お母さんがお姉ちゃんがえっとお母さんの母の日のプレゼントでディズニーシーのチケットをあげてって言ってました今日マツケンサンバ俺。オーレーオーレオレ

まあ、いや、そうだねみんなで決めてるって言うとあれだけどマネージャーさんと人気のみんなで、ね、決めてますこういうのやったらほうがいいんじゃないとかこれやりたいですっていう意見ももちろん出してるし、はい、さあ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 いいんじゃねえのミス様さんミス様さんちょっとマツケンサーバみたいな曲私のナリコーダーから始まる曲作ってください。 ちょっとやりたいんですあのフェスでなんか夏フェスでそれで聴いてください何とか何とかって言ってこうやって鼻につけたんですでピーから始まった曲を作ってくださいあ <laughs> 嘘です <laughs> みスオさんのセンスに任せよそれは勝手に勝手にキュートさんの「わあ中間管理職いやあれ難しすぎるって私は取れないよ ダンス選抜一緒二期のね二期のダンス選抜二期のダンス選抜はまー、あ、ちゃんちなつゆりゆりほうちゃんあとはくじ引きでわかんないけどねダンス選抜

私ダンス未経験の身にとってはもうすごく上手に見えるもうみんな上手よほんとにいやー私の初期のダンスを知ってるかい <laughs> いやーかり姉さんの先輩とかから話を聞くと家事はどうなっちゃうかと思ったって言われてますからね <laughs> それみんな上手いからもう選べないよね5人って言うらもうねうわーダンス歴12年 アミたんも確かに上手なんだよね。家事はね思いっきりダンスをやったことないの。ああ、だ、雨だめ、<laughs> 本当に苦手でね。家事は不安だったってすっごい我々もいろんな人に言われてさあの、二期の足を引っ張るわけにはいかないっていう気持ちで今日まで頑張ってる。<laughs> 決して いやもう自分がダンス上手くなってダンスで目指したいっていう感情はまあ持つことができてない <laughs> もうとにかく足にぎの足を引っ張らないように頑張ってきたよっていう感じですね本当に猫背でした本当にびっくりするぐらいあでもカジンちゃんのダンス好き本当ですか私はでもとにかく楽しいです今本当に。 大きいダンスでやなったよねだってああできれば皆さんには昔の動画あまり見て欲しくないぐらいダンスはできなかったんですけども <laughs> そうねありがとうみんなありがとう猫背は意味わかんないぐらい頑張ったね <laughs> まずジムでいいすっごい鍛えたのあの背中のねあの肩甲骨の間に力入れてやるやつとかさ あとはゴムのさビヨンビヨンって伸ばすやつとかすっごいきつかったなんなら今もあんまり猫背なまあ猫背やっぱちょっと残っててあの整帯行ったりとか「えー、めっちゃいい頑張ったよ」ってもうまだ治ってないからねちょっともうちょっと背筋は良くなりたいです赤坂とかちょっとまだ課題の残るところありましたね多分ね日期の中で誰よりもライブ楽しいって思ってる自信だけはある あ、楽しいだめだわ、本当にね。そう、火事たまに張り切っちゃうんでね、本当に。張り切って転ぶからね、すぐね。えっと、柏で初めてライブをやった時、ツアーで。ツアーで初めてライブやった時もう転んだし。赤坂でも転んだし、本当大事なところで転ぶからね、本当にね。楽しかっちゃうんでね。軽 <laughs> いだわ、どうするって感じ。 今日も目薬塗ってるからピッカピカしてちょっとまた目ちょっと腫れてるんだよね何なんだろうって思ってますなんか変なところに線がついちゃったのかもなんか戻んなくなっちゃった昔の目にたり重たりラジバダリー、ばたりすっごいだるまくれるね誰細ちんだるまみれだよ やばいってホソチン、だるまみれありがとうありがとう、コブいっぱいできたホソチンありがとうございますそして翔太くんもっと上がっちゃうね、足は上がっちゃうわありがとうございますおまあそしてジージさんもいっぱいくれてるじゃないですかジージさんあ、転んだ こけありがとうじいさんあいやいわあいやありがとうねそして竹原さんもクマさんもらってしまったクマありがとう Thank you でイートちゃんもありがとうございますイートちゃんもっとあがちゃうあがちゃうありがとうございます結局元旦シーミーいやーしますねなんなんだろう目が晴れる時期がすっごい 最近続いててなんかね困ってますね右目特に何か変なところに線ついててもうすっごい腫れぼったいい感じ今はちょっとここ真ん中ら辺が赤くてですね腫れてるんですよ何が原因なのか全くさっぱりノーノーノーって感じですね歌人の話はいつですか私も気になりますやりたいんですよ に出れなかっったた収録があったんです実は実は収録があって出れなかったっていうのがね。はいということでちょっとさっき解禁しましたけど「えー、この指とバレ」シーズン37月2日に放送されるフジテレビでやっている番組開始前や出演が決まりました実は収録も終えました。バンバンバン いやびっくりした自分で出れると思ってなかったし何よりもメンツが豪華すぎてあの中に入るのびっくりしました指原莉乃さんと土屋さんも、えー、もちろんいらっしゃいましてですねすごいと緊張の中、えー、ちょっとやばいですよ返しも、まえー、すごい恥ずかしいです放送見るのが結構ダメダメな感じだったんですけどもしよかったら最後まで見てくれると嬉しいですよろしくお願いいたしますほんでほんであのですね 家事すごくブスやったからよろしくちょっとみんな覚悟してみてあの家事のこと嫌いにならないよっていう自信が自信を持ってみてちょっと不安だわめっか <laughs> 家事の慣れてるかなみたいありがとうよろしくね うわ、放送あちありがとうございます。ありがとう、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 まあでも、火事だから、火事にかわいそうもといゃいけ。<laughs> 保険かけよう、いっぱい。怖い、怖い。 恐ろしい。まあちょっとはテレビテレビテレビドキドキですけど、テレビ出れました。もっとテレビ出れるように頑張ります。感じでした。ありがとうみんな見てくれて。そうね、これもすごく楽しみにしていたものの一つです。また近々また楽しみなお知らせができそうです,すごく嬉しいです。 ほんで可愛い,いなんて関係簡単でしょって味やばいそうだエンジンレンジで20年のセリフそれだった私れば可愛いって結構簡単だよってやつめってるんだったやばいやばいやばい簡単だった簡単忘れてたよそれしねよかったら見てくださいカチもっとテレビ出たい出たい出たい頑張ります そう、テレビの関係者の方いたら、ぜひ。よろしくお願いします。わあ、すごい、私かわいい。今日も頑張らなきゃ。ね、もっと家事なら、もっと頑張れるもんね。ってやつだよね。あれ、ななんだっけ。ちょっと、ごめん、ちょっとわかんないね、セリフが。 わあ、すごい、モッチー可愛い、モッチーって誰、わあ、すごい、私可愛い、今日も頑張らなきゃ。ね、私ならもっと頑張れるもん。んねーってやめちまえよ。って、ほうちゃん、いつも隣でね。すごい顔で、いつもやって。やめちまえよ。どんな顔して言ってんだろう、ほうちゃんって、いつも、わかんないけど。 っと会はねえ私のルームではチケット販売中ということで、えー、新横浜ニューサイトビーチのチケットはもう終わってしまったんですけども、えー、また6月中間違え6月22日か6月22日の静岡公演、えー、6月29日の柏公演6月30の大阪での公演そして 7月28日の新宿での公演がまだでまだチケット発売中ということで、できるだけ私は多くの時間帯に配信できるように合間を縫って頑張っていきたいと思っております。チケットバンバン悩んでください <laughs>。やっぱり鹿島ができることは全力でやりたいしアップが人気に少しでも貢献したいので、ヨーロッピ。あなたの声聞けたって。 家事です <laughs> ありがとう頭の隅にカジを入れてみてどんな感じになるみんなね頭の中カジになったらね眠いいいかいカジも眠いよ明日朝7時からやらないといけないからこ,んなこれくらいで終わりにするわやめちまえよってこんなからって結構真顔やめちまえよってやってるの <laughs> うなんや皆さんセブンイレブンには最近行きますかセブンイレブンで皆さん気になることないですか私は気になってたまらないものがあります皆さんセブン…今のセブンイレブンといったら何ですかでないかあんまりやっぱセブンイレブン行かないんだってあれ思っとくには思わなかったかしら おで何何だってえあ私の私のただの好きな話なんだけなんだけど何何だるま売ってんの売ってない売ってないよだるまはでもこのセブンイレブンは関ジャニなのあ、まあそう,そうですけど関ジャニさんですけど違うじゃないですかやっぱりセブンイレブンよく行くけどおにぎりののりが確かなったらなったかもしれないけど <laughs> 無理に可愛い員さんが入ってるの気に,気になるかもしれないけどねセブン‐イレブンよく行こうかローソン花もんでローソンも好きファミマンも好き中本のカップ焼きそばおっおっそれ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 , <laughs> それ <laughs> 私が言いたかったのはそれですはいえっ、ー、とーねっ中本の焼きそば売ってるよねくじが当たらないああそうね私も引いたわそれ引いた引いた引いた当たんなかったわもう。 当たりあったそうそう今言ってるよね中本のカップ焼きそば私それ今日食べたんです美味しかったですっていう報告 <laughs> 当たっちゃった当たっちゃったよタッさん正解おめでとうよく分かったね私カップラーメンがとにかく大好きな人間なんですねでカップ焼きそばももちろん好きなんですねそして、えー、メンバーから仲本を教わったんですね はい、そして中本のラーメンを食べたんですね。そしたらすごく美味しかったんですね。なので、焼きそばも買っちゃったっていうわけなんですね。ありがとうございます。そうなんです。辛かったね。うん、でも、私。あれくらいの辛さって、また大丈夫だったみたい。でもね、私、脂肪びで本当に辛いものを食べたからね。あれで、本当にね。死にかけたからね。高かった。ちょっと二百五十円。うん。 だから700円で引けるんですよくじがあのビューってやつそう引けたもんすぐいっぱい買ったらうんおいしかったでも斜め派だなってすごい思いました <laughs> 教えてもらったのはメンバーあの初期め4人で行ったんですよあの3人カレーの好きなので <laughs> Yes Yes さまあちょっと前ちょっと前の話だけど。 わさびシュークリームも食べたよそそうそうニコ生のねあのティフのティニコ生の番組の出た時もわさびシュークリーム当てちゃうしだかちょっと辛いものいっぱい本当。と全700円こちそう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 それそれそれよそれよ みんな塚本のエクセプン、ね、年年齢が高かったわかるそれはわかるそう言っいたいこともわかるなんかプいプいしてたね麺が太麺でみなさんも食べてああチーズさんたっこチュうありがとうございますサイキョバイマッチュ やばい、本当に。キャンキューって、よかったよ。<laughs> はい。一応です。カジカジは、明日も頑張ります。さあ、ツアーのリハをしてきます。頑張ります。皆さんにいいものを届けできるように頑張ります。そういうジョニー・ケイさんだけな吹きはご存知はい。 フフフフてます。<laughs> そうですね事務所さんが決定したということで、まあ、舞台に出るっていうのはも、ねえー、ともとね発表されてたことなんですけど、えー、事務所も発表されました、えー、私は想定していた事務所さんとは全くあのパッて違うところに入られたので、はああ ということはきっと、えー、ケイチさんにすごくあった事務所なんだろうなと思って、えー、すごく、えー、嬉しかったです、えー、またねいつかケイチさんと一緒に舞台とかなれるように頑張りたいと思いますいやなんかケイチさんがあのお芝居中心にやられるっていうことで私も一緒のステージに立ちたいと思ったんだけどあのもう芝居のってことは あのほんと舞台とか私が頑張って立たない限り一緒になれないってことがちょっと分かったのでですねはいじっっててるでしょだってあれ私が一番びっくりした中の,の「夢は女優宣言」ね。あの初めてショールームのイベント勝った時に、えー、夢は人をたくさんの人笑顔に。 できるようにしたいって書いたんですけど、えー、完成したもの見たら夢は女優になってたっていうそういうね、えー、伝説がありますだから私は夢は女優みたいです嘘 <laughs> です嘘です <laughs> いやもう本当に新喜劇とか出たい本当に出たいいじってるでしょ夢は女優って本当にで私はマザーマザー精神だから何でもやりたいんです よろししくお願いします夢は、ま、もし私がね仮に100倍ずつだるまだとしよう夢が叶ってるやんけもうみんなだるまって言う今日うちのお母さんがディズニーシー行ったんだけどさあのミッキーとだるまがコラボしてるよって何か言ってたよ親がだるまって始めたらあなたもだるまになるよって言うた方よ以上ですよということでえ皆さん最後まで見てくださってありがとうございましたうん <laughs> 寝るよ枕を紹介しますカジはもう少年みたいな枕で寝てるからねいつもカジはもう少年みたいな枕でいつもいい夢見てます3つの3つの子と一緒に寝てるんですよもう私これ枕これだからね 20歳だよもうすぐ枕枕うふふやばいよだけ枕じゃないよ本当に枕だよこれで寝てるんだよそしてこの毛布これはパパの毛布ですパパが私が生まれる前から使ってる毛布を私がいつの間にか引き抜いて私が使ってたっていう感じですパパの毛布これはずっと使ってる パフフの毛布で、ね。<laughs> パフフー寝てるよパパはリビングで <laughs> 持ちがいいねこの毛布はあのパママのお母さんが買ったのかなだからおばあちゃんおばあちゃんだ一緒に住んでない方のおばあちゃん 一緒に住んでた方のおばあちゃんじゃなくて一緒に住んでなかった方のおばあちゃんがすっごいちょっといい毛布らしいですよパパの毛布は高菜やろ私が取っちゃったからね私がこの毛布を使うんだって宣言したらくれた <laughs> きっとくれたってことでいいよねパパ多分ねそうだよ もう寝るだけですね完全にちょっと野菜ジュースの根から寝ますねのいちゃったん、ね、で好き毛布好き毛布っていいよね大好きだもんなんでだろう毛布があるとあったかいしねあと皆さんに報告私この毛布年中無休です あちゃんと洗ってるから大丈夫だけど夏もかけますこの部屋はクーラーはありません私クーラーもつけて寝られないしあごめんねちょっとまためんどくさいカジマ出ちゃうんだけど今はこの羽毛布団この羽毛布団と この毛布をかけて寝てますっていうとみんなびっくりするよね私もね、暑くして寝たいタイプなのしかもパーカー、長ズボンです今日は一年中、この毛布は一年中ですね これは多分6月は多分ずっとこれは書けると思います。汗かくのかな。書いてるのかもしれない。でもね、寝れないの寒いと。許してください。<laughs> 千葉は全然寒くないですよ。今日もお母さんとお姉ちゃんは、えっと。 日焼けして帰ってきましたね。私毛布かけないで寝るっていうの絶対できないんですよね。寒いんですもん寝てると。どんなに夏でもの毛布はかけてます。許してください。これはめんどくさいって言わないでください。 今日は日焼けしたって私は日焼け止めいっぱい塗って白く保っていきたいところカ島ですできるだけ厚着して生きていきたい私は暑いのは好きじゃないんだけど寝るときは暖かくしたいタイプですね天気は真っ暗にして寝ますよはい 私のこだわり布団は絶対にかけるですかね家事はめひで目を忘れること多いってりっこうちゃんが言ってたけどああそうマジで忘れること多いですよだから今年は絶対に忘れないで生きていきたいところ今日はもう明日はもっと暑くなるんだみんな本当に気をつけてくださいねおすすめはジンジャーエール 逆にうと二2枚掛けたわ最近ほったらかして寝てるけどあほんと真冬はねやっぱ寒いからねみんな高い格好しないためよ私は布団この2枚ともう1枚毛フがあって冬はね一つぼ靴下履いてなんかすごい着込んでるよヒートテック着て T シャツ着て ロンティーきて上着着てるかなパカきて上着着てすっごいすっごいすっごくすっごくすっごく着るよゆりたそが黒くなっても怒らないでねいいよフいいよフフフフフフフいいよ黒くなってもフフたそフフフフフフ いつも季節の変わり目に風あーね気温の差がね並んでだろう状態だからね確かにあるあとは眠たんだもんねお腹ズボンだよ風ひかないんでねありがとうじゃ終わりにしましょうか皆さん今日はいい夢見てくださいきっと皆さんの夢にハンバーガーが出てくると思いますはいということでお手を拝借せーの以上ですありがとうございました 頑張ろう <laughs> ハンバーガー出てくるよ多分。